みんな本当は分かってるんだろう。局内最底辺の番組でスキャンダルで降板した女子アナ、学歴だけで入社したボンクラ新人、才能なくても頑張らなくても生きていける場所だけど、私はそれを安定だなんて呼ぶのは嫌だ。この人は犯人じゃないんです。あの時私さえいなければ。冤罪ってこと？真犯人が野放しになってるんですよ。目力。お願いします。お力をお借りしたいことあるんですよ。お前らがやろうとしてることは傲慢で残酷なことだ。もっとまともな客出せよ。冤罪を暴くってことは国家権力を敵に回すってこと。わかる？人生狂うぞ。僕は、私はもう飲み込めない。 Helpers 輕運惑事災難 View 自選服務緊贴日本放送。